UFO はイル派のアスカ氏。サイエンスエンターテイナーという肩書きを持つ彼はアメリカ軍と宇宙人の関係に精通しており、さまざまな重要情報を入手しているという。彼がまず紹介するのは日本の自衛隊の演習に参加したアメリカ軍が撮った UFO の写真。これ90式戦車って言って、日本で、まあ、いわゆる世界でも最高水準の戦車なんですが、これ一応訓練してるところですが、はい、で遠くに映ってるね、これ星じゃないかっていう説もあります。で専門家に言わせると栄光弾の可能性もあるということだったら、玉筋が見えるために光らせるっていう弾丸があるんですね。なるほど。でもし栄光弾だった場合尾を引くので、ということは裏返せば栄光弾の可能性はないということになります。アスカ氏によると、この小さな点が栄光弾だった場合、その残像が残るはずだという。さらに星ではないかという指摘に対し、通常特殊なカメラを使わなければ星を写すことは難しい、ということでこの小さな点は UFO だという。続いてアスカ氏が紹介する写真はアメリカ軍が作ったという UFO、 一体どういうことなのか。今じゃあこれが実はこの正体なんですが、これ TR-3B っていうちゃんとしたナンバーがついてる、これ、うん、最新兵器なんですよ。でこれは どこに置いてあるんですか。これエリア51で撮影したやつです。これ有名な話、ロズウェルに要するに UFO が現れて墜落したっていうのは結構これ有名です、ね、言われてますね。1947年アメリカ・ニューメキシコ州のロズウェル付近に UFO が墜落し、アメリカ軍によって回収されたと言われている事件。その後様々な情報が流れたが、真実は未だ明らかにされていない。アスカ氏はこの時アメリカ軍は回収に成功し UFO を作り、現在軍事用として使用しているというのだ。これまずこれステルスみたいなやつですか。ステルスというのはこれはプロペラもジェットもロケットも使っていません。プラズマで覆った状態で浮かせるんです。そういう最新鋭のものです。でこれが実は今世界中を飛び回ってるんですね。これ約 7,8 年前からもう出てます。で誰が作ったんですか。アメリカ軍です。アメリカ軍が、この写真はどこから入手したんですか。軍です。アメリカ軍から。どの軍から。実はアメリカの軍にいるある、本当はこれ出すとアメリカではこれ死刑でしょ。ダメなんです。だから言えないんですが、これはそういうルートから出てきたものですね。いやだから軍の どの何軍、空軍なの、陸軍なの。何、空軍です。空軍なの。はい、そうです。どこの部隊に入ってる人。これは部隊入ってないんです。専門部隊なんです。普通何々所属っていう部隊ありますね。でしょ。ここは別なんです。あ、どうしてそういう秘密の資料を、うん、だから個人的なつながりがあるから。え、個人的なつながりがあるの。個人的にその秘密を、はい、じゃあ次いきます。国家機密でしょこれ。国家機密、とんでもない国家機密でしょ。どこで知り合ったのそれ。日本では強烈外だから。続いて UFO にはミサイルが絶対に当たらないということを示す超貴重な写真。ミサイルを避ける UFO、 そんなもんを、これがですね、これアメリカ軍にはこういう写真がたくさんあるんです。これ写真、綺麗すぎません。ね、綺麗すぎますね。これも CG で、こうなんですか。今グラフィックボケてるとおかしい、はっきり写すとおかしい、もう今はね映像がかえってね、もう証拠にならないじゃなってますね。で映像で証拠にならないんですけど、それはじゃあでこれは実は何かっていうと、どれが UFO なんですか。その丸いやつ、これ見えてますね。丸いやつ、これ、ね、これF-15 がサイドアンダー2発発射したんですが、この尾を引いているのは F-15 ミサイルを撃ったの。撃った後です。なんでこれアメリカ軍が撃ってるんですか。だって未確認飛行物体、自分たちの領土内に入り込んでるやつですから。これはアメリカ敵かどうかわかんないのに、日本はこんなことしません。なかなか米軍はやりますから、万が一の時だってアメリカも連絡打ちます、うん、それが危機管理の元になってるんですか。それが外れたっていう写真をなんで公開してるんですか。秘密にすればいいじゃないですか。待ってくださいね。それはあなたが決めることじゃないでしょ。役者さん当たらなかった写真を、当たったって写真みたいなんだったんですか。みんなが思ってる。頼むから、頼むからまとまってくれ。吉本、お前ここまで聞いててお前どう思うんだ。ちょっと言ってみろ。いやもう分かんないですよ。この写真はどうして公表されたんですか。
さっきの質問、同じ理屈です。あの裏ルートです。あの本当は流しちゃいけないんです。僕の個人的なつながりがある人物、軍人から流れてます。でもそれがもう嘘くさいね。だけどこれが情報としたら嘘くさくってもこれはもう信じるしかない。飛鳥さんにこの番組で公表しちゃったら飛鳥さんの命はもうないでしょ。いやこんな嘘くさいおっさんに渡さへんやん。物がちゃんとした証拠があれば学者が信じるんですよ。証拠がちゃんとあれば信じます。だからあなたに信じてもらっても僕は思わないし、もっとたくさんの人にあの知らせます。だから僕はそのスタンスでやってますから、エンターテイナーとも言われてる。あ、エンターテイナーなんですか。そうです、サイエンスのエンターテイナーですよ。だってこんななんか大変なことが起こってるのにエンターテイナーとか悠長なこと言ってられないじゃないですか。 No, 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 no. UFO があって自分の国の上飛んでるのに。